お前誰だ。影が伸びる先は過去か未来か人の心か。懐かしいな夏ドラグニア。俺はここより先の時間から来たローグだ。ローグ、あのセイバートゥースの未来から来たっていうの？私以外にも。なんで？お前なんか雰囲気変わったな。何しに来たの？未来から。扉を開くた。エクリプスのこと？エクリプスには二つの使い道がある。一つは時間の移動、もう一つは攻撃用兵器エクリプスキャノン。1万のドラゴンを倒せる唯一の手段。1万のドラゴンを倒せる？じゃあ話は早えな。味方ってことじゃねえか。やった、ドラゴンを倒せるんだね。未来は救われるんですね。いいや、話はそんなに単純ではない。俺は今から7年後の未来から来た。7年後、世界はドラゴンによって支配されている。生き残っている人類は1割にも満たない。もちろんエクリプスも現在ほどの力を持っていない。今ここでドラゴンを止めなくばこの世界は終わる。だから扉を開けてぶっ放すんだろ。ドーンって、単純じゃねえか。しかし7年前、つまり現在、扉を開くのを邪魔する者がいた。そいつのせいで扉は開かなかった。1万のドラゴンに向かいエクリプスキャノンを発射できなかった。世界を破滅へと導く者がいた。俺はそいつを抹殺するためにここにいる。嘘ね、その人にも事情を話せば邪魔なんかしないんじゃないかしら。何も殺す必要はない。大きな時の接合点では言葉で行動を制御できない。たとえ今説得できたとしても、そいつは必ず扉を閉める。そう決まっているのだ。決まっている。運命からは逃げられない。生きる者は生き、死ぬ者は死ぬ。扉を閉める者は扉を閉めるのだ。たとえ何があっても生きている限り。よくわからねえ言い回したな。つうかその邪魔者って誰なんだ。お前だ、ルーシー・ハートフィリア。ルーシールーシーが二人だと。しっかりして。ルーシー、私扉なんて閉めてない。分かってる、私はそんなこと絶対しない。なんで自分をかばったの。あんたの方が過去の私だから。あんたが死んじゃうとどうせ私も消えちゃうの。自分に見取られて死ぬのって変な感じ。私だって変な感じよ。死ねないでよ。もういいの、二度と会えないと思ってたみんなにもう一度会えた。私はそれだけで幸せ。ルーシー、嫌だよ、死なないでよ。私はこの時代、この世界の人間じゃない。この世界の私は仲間と一緒に生きていく。悲しまないで。悲しいよ。どこの世界から来ようと、誰が何と言おうと、ルーシーはルーシーだよ。仲間なんだよ。悲しいに決まってるじゃないか。
ギルドマーク見せて。あんた右手、夏見て、フェアリーテールのマーク入れてもらっちゃった。もっと冒険したかったな。未来を守って。扉を閉めた自覚がなかった。何が扉よ、私はそんなこと絶対しない。なのに今はな。だが数時間後にはお前は扉を閉める。私は扉なんか閉めない。めちゃくちゃなこと言って、あんた何が目的なの。扉は閉まる、そう決まっている。お前が生きている限り。未来の私が閉めないって言ったんだ。私は自分を信じる。お前の言葉に真実などない。全ては運命によって決まっていることだ。運命なんか焼き消してやる。ルーシーの未来は誰にも奪わせねえぞ。未来を守って。約束する。ルーシー、ここから離れろ。でもここは夏に任せよう。狙われてるんだよ、あいつから逃げなきゃ。逃がすか、ジハートフィリア。させるか。あなた、私たちがここで止める。邪魔だ、ドラグニュー。お前を殺しても歴史に何の影響もあるまい。お前そんなやつだったか。歳月は人を変える。ここで死ぬ、夏ドラグニュー。お前は俺の目の前で大切なものを奪った。お前のやり方は信じぬ。俺は俺たちのやり方で未来を守る。それがお前の力か、夏ドラグニル。モード白エリュー、これが光と闇の相続さ。スティングを殺して奪った力だと言っても、この時代から見ればもう少し先の話だ。お前そんなに命を何とも思わねえやつだったのか。そう、お前もここで死ね。お前がどんな力を持っていようが、ここから先へは行かせねえ。もう二度とルーシーには近づけさせない。白栄竜の真相、テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよね。
ンソール近い。どう？かっこよかった。無駄なあがきを。発明流の神速。余興は終わりだ。発明流の足流が。フラッシュフォワード。やられた。ナッツ、しっかりしなさい。メルディ、応急薬を急いで。うん。何よこれ。ナッツ、まずい、影に囚われてしまう。